カオスはいる。そうだろう、カオスはいるんだ。私はここにも来たことがある。道案内はできる？無理だ、来たことがあるって思っただけだから。相手する？まさきつぶす。そこで光っているのは何だ？なるほどね、天候を操作する装置か。ああ、森の様子も変わったみたい。雨に反応して伸びた？変な植物。注意しろ、あれは自然現象が歪んで魔物化した存在。自然界に不自然な力が割り込み歪みが生じる。そして歪みから闇が生まれる。よく知ってる。誰かの受け売りだけどね。調べてみて。この水量では通れない。滝の奥まで行けそうだな。いいものかな。
帰り道に使おう。どうする？戻っておく？忙しくなるぞ。敵、湧き出てくるね、これ。黙らせればいいだけだ。道ができた。先に進むぞ。珍しいな。装備しとく？こんな洞窟よく見つけたな。でも何だろう、この違和感。歪みだろう。闇が生じる予兆だ。あれはキューブか。ここにあるんだ。覚えてこ。敵を呼び出すつもりだ。ジャック、リッチに蹴りをつけよう。
様だよ。大歓迎だな。ジャック、やってやろう。ジャックに降りかかるキノコは私が払う。楽な道は大歓迎。出てきたか。降りかかるキノコは払おう。何かあるな。キューブがある。調べなくていい。雷は克服したのか。あっしゃ、この言い方誤解を招くって。あれに当たるとかなり痛いから普通嫌いでしょ。うん、you
くやったな。次も頼むぞ。例えばさ、カオスに会えたらネオンは何でも言うこと聞くんだよな。そんなこと言ったっけ？言ったよ。言った。ジャックは覚えてる？ああ、今のところね。忘れろ忘れろ、早く忘れろ。見つけたよ。さてどうするかな。落ちないように気をつけて。Yeah.
後どうする？敵がいる。さっきのぞ。お宝発見。これで楽に戻れる。ありがたや、ありがたや。やるか。ジャックがいれば負けないさ。キューブを見つけた。調べておくか。カオスか。おい、答えろ。お前はカオスなのか。体勢が下げられてる。なかなか手強いな。絶対に負けないから。
混ざってる？いや、混じり合えず暴走しているように見える。この程度で暴走とは。こいつはカオスではない。さっさと片付けるぞ。じゃなかったか。待って。